皆さん、こんにちは、えー。どちらで目指す二つの合理的合格戦略についてのガイダンス講義を行いたいと思います。えー、私、レックセニコ氏、金城淳之介と申します。どうぞよろしくお願いいたします。というわけで、どちらで目指すかという二つの今日はお話をしたいなと思いますが、えー、普段、私ですね、ガイダンス講義、あのー、まあ、東京の池袋港なんかでは生講義で、 やったりするんですけれどもガイダンスで必ず皆さんにです、ね、お尋ねしていることがありますこの中小企業診断士という資格を取るにあたってこの目的意識があるかどうかなぜそもそも診断士の資格が欲しいのかというねその思いが強ければ強いほどまあ要するにもちろん今画面の前の皆さん 何か資格取りたいけどまだ決まってないって方もいらっしゃると思うんです。あの別にそれがいい悪いではなくてどんな資格であってもやっぱりこう当然勉強しなければ勉強時間を取ってしっかりやらなければ合格はなかなか難しいですよね。で普段の生活まあ今皆さん24時間の中で、まあ、睡眠時間とか、まあ、仕事の時間プライベートの時間いろいろある中で新たに その中にですよ勉強時間をこう隙間をね作っていかなければいけないわけですそうすると今の生活スタイルが変わることになるわけですねだ非常にこれはもうストレスですね例えばまあ睡眠時間削るって人もいるでしょう、まあ、睡眠時間削るのはあまりお勧めできませんがじゃあ睡眠時間削らないのであれば仕事仕事時間削るわけにもいかないだろうしじゃプライベートをやっぱりこう削ったり しないと勉強時間って出てこないわけですね。そうすると、貴重なプライベートの時間を勉強に当てなければいけない。これはストレスです。で当然、合格するまでそれが続くわけですから、そのストレスに向き合いながら生活していかなければいけないと。で当然、こう、まあ、今回このタイトルにもあります通り、2019年に合格を目指すのか、2020年に合格を目指すのか、当然、 2020年であればそれだけ長くそのストレスにあの見えないストレスにねさら、えー、されることになるわけです。ですからこれはもうあの脅しでも何でもなく事実として資格を取るっていうことはそれなりに大変ですよっていう皆さんの覚悟をね是非、えー、持ってほしいなというのを最初に伝えちゃいます。だから本来であればもうそういうい、ね デメリットとか辛いことを言わずに、もうバラ色の未来の話ばっかりしてね。で資格取りましょう。って、じゃあこの講座取ってっていう風に押し売りしちゃうのがまあ、ある意味楽かもしれないんだけれども。あの辛いのは事実なのでね。勉強ってやっぱり。でも。私はもうそこも含めて。でも乗り越えた後にね。合格を掴んだらこの人生変わるよって。私はいつも言ってるんですね。ま今まさに皆さんは？ この中小企業診断士に興味を持って、もしくは取りたいっていう意欲があって、やろうかなと思って、今これをご覧いただいていると思います。一つだけ言えるのは、この診断士の資格に限らずですね、資格を取ると間違いなく人生変わります。ですので、その人生が変わる切符がね、じゃあ手に入れるためにどうすればいいのかと。まあ、今回このガイダンスでは、じゃあ2019年に目指すのか。 はたまた、いやいや、じっくり2020年に目指すのか、まあ、どっちで目指しましょうか、どちらも、まああの、スタートの時期によってね、可能になりますよ、と。最終的にはまあやっぱり時間の問題になるんですけれども、ただ、えー、どちらで目指しますか、ということを、まあ、ご説明を差し上げようかなと思っております。ですので、まあ、あのお手元に、まあ、このどちらか、あのーまあ、どっちでも構わないです。 えー、あの画面に映しながら進めていきたいと思いますのでねでまず、えー、皆さんにですね、えー、お伝えしていきたい、まあ、この2019年、えー、短期間だからこそ効率的な学習スケジュールを計画しようと、えー、こちらのですね、えー、話からしていきたいと思うんですけども、まあ、結論から言うとそれこそ2019年今年受かるか来年2020年受かるかの違いの話です。で こちらのまあ2019年の方なんですけれども、まあ、ご紹介するのはこの1次2次プレミアム速習合格コースということになります。で今年のまあ2019年の1次試験と2019年の2次試験これ受かるのがまあこれベストですよね。この年にえ今年受かるのがベストですよ。ただ 一つだけ言えるのはやっぱりじゃあ今年の1次試験8月で2次試験10月ということで残された時間はもうそんなに多くないぞということになるわけですね。なのでこの「即習コース」というのはある意味、まあ、自主学習自宅でしっかりと学習する時間が比較的ある方、ね、お仕事の関係とか。 で比較的いやあのもうちゃんと定時で、まあ、毎日終わって勉強時間も取りやすいですよとかもしくは、えー、独身の方でまだ20代で独身の方で、えー、比較的時間に余裕があるよとかあのそういったような方は、まあ、こちらの即習が「即終」がおすすめというかただ始める時期がですねこれがもうどんどん遅くなってしまうと当然 まあ、あの、なかなか難しいことにはなります。ただ、この、スタ、スタートしてから、こう、8月のね、この一次試験まで、何ヶ月あるかによって変わってくると思います。なので、それこそ今年の、まあ1月、今ご覧の皆さんが1月なのであれば、十分に7科目、合格することは不可能ではありません。十分にね、合格可能性あります。ところが、これが、まあ、4月とかね、 始める時期が4月とか、えー、5月とかになってきてしまうとそこからじゃあ3ヶ月で合格するためにはまあどんなに頑張ってもまあ3科目とかまあ1ヶ月1科目って考えていただければ分かりやすいかななのであのまあよく聞かれるんですけれども1次試験受かるのにどれぐらい時間が必要ですかとまあ大体700時間700時間 からら多くてて時間ぐいいと言われていますで私が受験生の時ですねだいたい1月1日から勉強を始めてで試験前日まで、えー、約7か月間で、えー、960時間これがあの私の実績ですだからまあ半年で7科目合格することは全然あの私自身半年で受かりましたからあの無理はあ無理ではないです。ただあの やっぱり仕事が忙しいとか勉強時間が取れないとかなり厳しいなと。だから最低1科目100時間目安にしてほしいなということを私は申し上げてます。で、カリキュラム的なお話ししますと、まずベーシック講座というので、まあ、7科目、1、2、3、4、5、6、7科目を受けていただきます。で、始める時期によって、えー、通学、 がもう教室はなかかったりりだとかいうのもありますだ通信ではいつでも受けられますのでね7科目受けていただきで、えー、ベーシックのインプット講座の後にアウトプットそれぞれ1回ずつテストがついているとここで基礎力をしっかりあの身につけていただきで、えー、続きましてじゃあステップアップアドバンスというふうにまあ,あの段階ごとに上がっていくで総、えー、まとめを受けて今年の「 まあ一次試験8月を目指していいただくというまあ流れになります。でそれと同時にですね2、まあ、次試験対策ということで2、まあ、次のベーシックの通信や、えー、源泉アプローチ、ね、過去問の講座2次向けの講座そして1次試験が終わった後には2次試験までの2ヶ月間でこの2次のアドバンス講座で通れというのが用意されているこの まあ、プレミアム即習合格コースですね。一時と二時がパッケージになっているコースが一つございます。ただ、やはりこう二次試験は一時を通らないと進めませんので、やっぱり一時、まずは注力したいという方のために、こちらの一、まあ、時ストレート即習合格ということで、一、まあ、時に絞った二時のついてない講座というものもございます。まあ、こちら選ばれる方もですね、多いと思いますけれども、まあ、いずれにせよ、 両方ともですね、あのこのベーシック部分は一緒になってます。まあ、ベーシック部分というか、ベーシックステップアップアドバンス部分は一緒です。一緒です。であの始める時期によって、先ほども何度も言ってますけれども、あの通学できなかったりしますのでね、あとは通信と。で、残された時間で何科目をやっていくのか。で、こちらのステップアップアドバンスについても、こちらは、まずはあの通信と。 ということになりますので、ね、通信で受けていただくとで例年ですねこの即習コースについてはあの特にあの通学の方が勘違い勘違いっていうのかなあのこちらのですねちょっと次のページ開けていただくと例えばベーシックを受けてこれ通学で受けてで本来であればステップアップアドバンスはまあ通信で受けていただきで えー、最後直前総まとめ講座これはまた生講義っていうのがあるんですけどもベーシック受けて生講義だけ受けてですっ飛ばして次に直前総まとめともうで真ん中これをですねあまり受けてないっていう人がね通信で、えー、通信ということで受けてないっていう人もいますけれども非常にもったいないなと。で今こちらご覧の皆さんであれば、まあ、1月2月に学習を始める方ということでは、えー、ベーシック、ね、7科目。 受受けけつつ同時にステップアッププアも受けられますのでこちらベーシックとステップアップを一緒になって学習をしていただくと、まあ、大体春先ぐらいまでですね。はい、で、えー、その中でも企業経理論運営管理財務会計というこの3科目ですねこの3科目は実は2次に直結しますので、まあ、この3科目終わった段階で2次も並行して始めていただく というのがあとはまあ5月あたりからステップアップ全国模試とかアドバンス講座っていうのが始まっていきますので見ていただいてで最終的に総ざ,ら総ざらいで仕上げていただくだからこちらの,、まああのプラン2って書かれてるところがまあ皆さんには私はおすすめしたいなと即終でねもし合格を目指すのであればこちらがおすすめだなと思っておりますはいですので まああの、本当に残された時間次第なんですよね。この速習講座というのは、その名の通り、早く学ぶ、早く収めると、速習するということで、えー、時間が比較的ある方であれば、速習で、えー、今年目指すというのは全然ありです。はい。ただ、当然、こう、なかなか、いや、やっぱり仕事も忙しい、残業もまあ、まあまああると。なかなかまとまった勉強時間取れないよと。 いう方はなかなかこの即習でこの残り半年で7科目を目指していくっていうのは難しいという方もいらっしゃると思います。でそういう方のためにですね、えー、じゃあ今年の2019年ではなくて、まあ、2020年を目指してですね最終的には2020年なんだけどもまず今年と来年に2つに分けて、えー、学習をしていくということ というプランもござでまあそのご提案をする前にですね、えー、試験制度改めてね、えー、ちょっと後ろのですね、まあ、26ページかなよいしょ概要の説明をちょっとだけさせてください復習があったらね1次試験と2次試験筆記とまあ口述試験がありますよねとでご覧の通り 一次試験も二次試験も合格率は約20%と言われています。はい。ただ、この20%の数字の意味が全然違うんですね。で、一次試験の場合は、受験料払えば誰でも受けられます。受験資格はありません。あの、1万3千円払った人です。だから、要はこの合格率の分母は、あの、勉強してない人も含まれているというわけですね。だから、 しっかり勉強した人に絞ればもっと合格率は上がると私は思っています。ただ一方で二次試験の20%。これはもうある意味ガチの20%ですね。というのもこの一次試験を受かった人だけが二次に進めますので。だからこの5人に1人しか受からない。要は5人に4人が落ちるわけです。ただこの落ちる4人も一次は受かってるわけですね。 だからちゃんと勉強した人の中での5人に4人が落ちる試験と。非常に1人しか残らない試験ということで、ある意味かなり難易度は高いと。え、まあ私自身の話をすると、私も1回落ちてます。悔しい、この悔しい思いは味わってます。だから、あの、誤解を恐れずに言えば、一次試験はマークシートなので、ちゃんと勉強すれば誰でも受かります。で時間をかければかけるほど、 点数は上がりますところが二次はやはり適切な勉強をしなければですねなかなか合格厳しいというのは事実ですなので,でしかも年々こう二次試験難しくなっていますだから一刻も早く例えば先ほどの速習で言ってもですね速習のまあプランで言っても当然三科目終わった段階でまあ二次の学習をしていただくというのはまあ理想ではありますよ理想であります ただ時間が短い方はやっぱりこのじゃあ1時の内容だけに集中してって方もまあいらっしゃると思う思うんですけどねただ理想は早めに2時を始めるっていうのが最終的な2次試験ね今年の2次試験合格したいのであれば早めに2時に触れておくっていうのが理想になってきますそれぐらい、えー、2次試験というのは難しいですで これからご提案する、その、まあ、2020年合格目標というのは、その名の通り、その、来年、今年ではなく、来年受かることを目標にしてますから、だから今年と来年に2回に分けて受験をするわけです。で、その際に、科目合格制度というものがあります。なので、7科目一気に受かるんじゃなくて、今年は、じゃあ3科目か4科目ぐらいね、 えー、先に先取りしといてで残った科目を来年に回してで来年二次試験一気に合格しましょうというようなイメージです。ここまで大丈夫ですよねじゃあどの科目を、えー、今年受けるのか2019年受けるのかということなんですがこの「えー、1次2次プレミアム1.5年合格コースね」ね2020年のご提案をちょっと今からするんですがその前に。 二次試験で四科目なんですね。事例の一二三四と四つに分かれているんですが。この二次試験と直結する科目というのがあります。それはこの主要三科目。企業経理論、運営管理、財務会計の三科目が二次に直結しています。だから裏を返すと、じゃあ残った四科目。 経済学、法務情報中小のこの4科目というのは二次試験には出ません。はい、もう出ませんということはですよじゃあ今年2019年はこの周辺科目二次に出ないものを先にね片付けちゃってであとは来年に向けて2020年に向けてじゃあたっぷり残された時間この二次と 一緒に勉強していくのが合理的じゃありませんかということで皆さんにご提案しているのがこちら。こちらは比較的ですね、あの、時間がない方向けですね。時間がない、普段お仕事が忙しいとか、たっぷりと時間が取れない方は、じゃあ今年はもう4科目に割り切って、割り切って、 で来年最終合格を来年2020年に定めて今年はまずは周辺科そこでよいしょこのね、えーまあ、2019年と2020年の話をしていきますけれども、まあ、流れとしてはこれも始める時期次第ですよね。だから早ければ早いほどこうそれだけこう周辺科目4科目ですねだから400時間を こうこの今年の一次試験8月に予定されてますから始める時期が早ければ400時間ね確保してもらえば合格可能性高いとただ始める時期が遅くなればなるほどこの4科目が3科目3科目が2科目に減っていくというようなイメージで捉えてください本当にあの残された時間次第なんですよね時間がたっぷりあればそれこそこの即習で 勉強した方がいいわけです。即習で、えー、7科目やっちゃって今年7科目受かっちゃえば今年2次受かることもできるわけですね。ただ時間がない場合は分けましょうということになります。で理想の話していきますね。じゃ仮に400時間取れそうだと。じゃ4科目目指しましょうと。その時にはじゃあ一時ベーシック講座ステップアップアドバンスそして総まとめといった、まあ、ベースとなるこう4つのね講座は用意されてます。 で、ステップアップやアドバンスは通信で用意してありますので、こちらをですね、しっかり見ていただいて、今年のまず合格を目指すとで。仮にじゃあ今年4科目受かりましたという前提で話をしますと、じゃあ8月に一次試験終わったら、じゃあその後ですね。じゃあ2019年の8月から今度は先ほど申し上げた主要3科目。 企業系理論運営管理財務会計のこの主要科目が始まるわけですで一時ベーシック8月から始めていただいてで、えー、まあ一時ステップアップとだい,たいまあ年内ですね今年の12月ぐらいまでにベーシックを終わらせていただいて生講義ですねで年明け2020年の1月から二次ベーシックが始まります通学はねはい。 なのでまあ本当にもうもちろんこれは理想の話であってあくまでも主要3科目の場合ただ残念ながら今年この4科目全部受からなかったと3科目しか受かんなかったと2科目しか受かんなかったという方については当然この主要3科目プラス、まあ、合格に必要な1科目2科目プラスアルファ というのはもう講座としてありますので安心してくださいね。あくまでもまあ理想の話として今年4科目取っちゃって来年3科目残ったものを取りましょうと。で3科目が2次に直結しているのでここシナジーが相乗効果がありますよねということになるわけですね。ただ注意が必要なのが2020年の一次試験はオリンピックイヤーになります。なので実は 従来よりも1か月早めです。7月に2020年は一次試験が予定されています。ここだけが、えー、ちょっと今年と違うところですね。ですのでまあ一刻も早く、えー、一次試験の勉強を始められればですねそれだけ周辺科目の合格可能性が高まります。で4科目今年受かってで来年まあ今年のまあだから8月から 主,主要科目ね企業経理論運営管理財務会計の3つの勉強が今年の夏から始まってで2、えー、次の勉強も並行して進めることによって来年2020年のまあ合格1次試験が来年は早いのでだからそれを見越してですねしっかりと早めに取り組むことで2、えー、次にもじっくり取り組んでいただいて で、この7月に合格をし、10月までのこの3ヶ月でしっかりと2次の力を高めていただくと。だから、いずれにせよ、この1次と2次、特にこの主要3科目に集中してやることで1次と2次ね、両方一緒に高めていけると。ここが、このプレミアム1.5年合格コースの肝になります。ですから、 まああの今画面の前の皆さんですね何月かによっても変わってくるわけですだから1月とか2月といった比較的、えー、まだまだ時間があるという方であればですねまあこちらの即習コースで1月2月に学習を始めるで、えー、まあ1月から2月からこのベーシックとステップアップ1時をガッとやってで余力があれば時間があればですねこの 2次のベーシックなんかも一緒に勉強すると。で、今年7科目受かっちゃって。で、その勢いのまま2次まで行きましょうというプランをお勧めしたいと思います。ところが、まあ、3月とか4月とか、えー、今ご覧の方がね、3月、4月ですよと。だから、今年の試験まであと4ヶ月しかないとかね。そうすると、まあ、4ヶ月で4科目はギリなので、 例えばこの4か月でですね経済学と法務と情報のこの3科目にしといて3科目は今年受かろうとで来年企業経営運営管理財務と中小のこの4科目を受かろうという計画にしていただいてもまあいいかなと思います。だからそのあくまでもこの1次2次プレミアムというのはやはり残された時間によって変わってくる。 ということですね。だから残された時間が少ないのであればもう私はじっくり腰を落ち着けてこの2020年のプレミアムで合格を目指すのがもう手堅いかなとは思ってます。ただもちろんあの今年7科目全部ね浮かれれば最高ですよ。だからいずれにせよまあ冒頭申し上げたようにこの資格の勉強というのは自分の生活にやっぱり負荷がかかってきますね。ストレスがかかってきます。 ですから、まあ、最終的には精神論にもなってきますけれども、やっぱりこの診断士の資格を絶対取りたいといった、まあ、強い目的意識とかね、精神力とか、そういったものが必要になってきますので、まあ、改めて、せっかく今、こうやって時間を割いて、こう、ガイダンスをご覧いただいている皆さん、ぜひですね、改めて、こう、なぜ診断士が欲しいのかなと。 まあ、あのまだ資格悩んでる人もですねあの、どんな資格でももちろん結構です。その資格がぜひ取りたい理由がないとなかなかですね、最後までたどり着かないなというのがあります。でせっかくやはりこう勉強しようと思い立ったのであればですね、私としてはぜひチャレンジしてほしいしで、冒頭言ったようにこの資格、診断士に限らずですね、資格を取ることによって人生は変わります。 間違いなく。だ大きく変わるきっかけになるわけですね。で、私自身もそうでした。この資格を取ったことによって、ガラッと人生変わりました。ですので、次は皆さんの番なんですね。そのために、我々レック講師陣も全力で皆さんをサポートします。ですから、残された勉強時間によって、時間がたっぷりある、比較的まだあいける7科目を狙えるというのであれば、この2019年のね、合格目標で、 えー、即週で目指していただいても結構です、えー。なかなか時間が取れないという皆さんであれば、えー、割り切ってですね、じゃあ2020年を最終目標に定めて、まずじっくり今年は周辺科目から、そして、えー、夏以降、まあ主要科目と二次をやっていくと。まあ、こちらの方がですね、心に余裕、時間に余裕を持って最終的な、まあ、来年のね、オリンピックイヤーの合格を目指せると。 とといいうことになると思います、まあ、どちらを選ぶかは、まあ、あなた次第ということになりますけれどもでも本当にあの真面目な話うんもうこの資格はもう万人に取ってほしいと思うぐらい本当に素晴らしい資格ですしインパクトもありますし是非あの一日も早くですね皆さんが「よっしゃやろうか」と覚悟を決めていただいて飛び込んでください。 で、ぜひ、即週にしろ、この1.5年プレミアムにしろですね、あの、我々レック講師陣が全力でサポートしますのでね。で、私自身も、あの、企業系理論とか、中小企業系政策、そして、あの、二次試験の、まあ、事例の2という科目で、また、あの、講、講義やってますので、ぜひ、あの、そのタイミングで、また、あの、画面を通して、もしくは、生講義で、皆さんとお会いできる日を楽しみにしてますのでね、ぜひぜひ、あの、しっかりと、 あのパンフレットを見て,見ていただいてご検討いただければと思います。間違いなく、えー、この1年後、2年後、皆さんの人生が変わるきっかけになると思いますのでね、えー、頑張ってほしいなと思います。というわけで、えー、どちらで目指すのかというのは本当に時間次第になりますので,で、決めたのであれば早めに始めてください。というわけで、今回のガイダンス、どちらで目指す2つの合理的合格戦略についてのガイダンスはここまでにしたいと思います。 皆さんにお会いできる日を楽しみにしています。頑張っていきましょう。ご清聴ありがとうございました。